はいどうも、白熊先生です。今日はですね、あの人気アイドルグループ日向坂46がですね、2019年の、紅白歌合戦にですね、かなり出ることが有力視されているということですね、 NHK のスタッフが漏らしたらしいんですね。で、 NHK のスタッフがそういうふうに言っていたということを明石家さんま、あのね、大御所芸人明石家さんまが自身のラジオ番組で言っちゃうっていうことが起きたんですね。はい、で今回はですね、その詳細プラスなんでこういうことが起きてしまうのかってことについて話していきたいと思います。まず詳細から言いますとですね、明石家さんまさんはですね、これね、ヤングタウンっていうね、ラジオ番組をですね、もう何十年もやってるわけですよ。で僕自身もですね、あの芸人のラジオ番組めちゃくちゃ好きで、いろいろもう1週間に何十本も聞いてるんですけど、その中でですね、明石家さんまさんのこのヤングタウンっていうのをね、毎週必ず聞いてるんですよ。でその中で、明石家さんまがですね、他の出演者相手にいろいろバーっていつもみたいにね、マシンガントークをするわけですけど、その中でどうやらその NHK のスタッフに聞いたんだけど、今現代5月、今この動画撮ってる2019年の5月なんですけど、5月段階で、かなり日向坂46が有力視されてるっていう風に NHK のスタッフが言ってたってことを言っちゃったんですね。でですね、これって何がすることかっていうと、基本的に NHK のスタッフというか、NHK 側ってその紅白のですね、人選に対して全然何にも漏らさないんですよね。皆さんも大体わかってると思いますけど、毎年年末くらいになると、今年は一体誰が出るんだろうみたいな感じで、なんかいろんなとこでこう予想合戦みたいなのが始まるじゃないですか。ね、なんか法則とかをね、導き出したりとかして、今年売れたのはこの辺りだけど、でも例年の流れからするとこういう感じになるから多分これだとかね、何年連続出場したのはここだからってことはここはこうなってみたいな感じで、なんかいろんなこうね、想像がね、なんか働かされるじゃないですか。でもですね、NHK 側ってそういうことに関しては一切知らぬ存ぜぬをね、決め込むわけですね。何のコメントも出さないと、一切何も言わないと。で、ある発表する時期になったら、今年のメンバーこれですドーンみたいな感じで発表するっていうのが、言ってみたら NHK のやり方なんですよ。だから今回のこの件っていうのはきっと、実際にね、 NHK のさ、明石家さんまさんが嘘を言うってことはさすがにないと思いますし、そんなこと言ってもね、何の得もないですから。だから実際問題は NHK のスタッフが、明石家さんまさんとですね、いろいろ番組もやってると思うし、同じ芸能界ってこともありますから、普通に漏らしたんでしょうね。それを明石家さんまさんが、特に悪気もなく、本当にね、誰か陥れるとか NHK を知れないか、そういうこと何にもなく、本当に何となくポロって言っちゃったのがそのまま放送されたというのが今回の経緯なんですね。で、じゃあそんなこと言うんだったら、この部分ね、カットすりゃいいじゃんって思うじゃないですかね。カットで実際問題はこのヤングタウン、通称ヤンタンなんですけど、ヤンタンっていうのはその録音してね、収録して放送されているものですから、カットするってこともできますよね。ただこれがなんですけど、やっぱり明石家さんまさんっていうのはですね、芸能界にとってはものすごい大御所なわけで、実際このヤンタンで番組はマジでもう何十年もやってるような関係性なんですよ。ただそういうところもあって、結構ですね、明石家さんまさんが絶対じゃないですけど、絶対的な信頼を置かれてるんですよね。だからこそ結構今までもこういうポロッとなんか言っちゃうことっていうのは正直あったんですよね。本当はまだ言っちゃいけないことなんだけど、ポロッと言っちゃうみたいなことで、そういう過去のこともあったんですけど、そういうのも全部そのまま放送されてるんですよ。実際も多分その曲側からしても、明石家さんまさんっていうね、ものすごいもう超大物じゃないですか。超大物がこうやって毎週ラジオやってくれてるってあるから、ちょっと切りづらい部分ももしかしたらあるのかもしれませんね。実際問題でもさんまさんはそれがね、言っちゃいけないことだっていう風に、その場で分かったり、もしくは次の週で分かった時とかっていうのは、それについてまたガンガンそれに対して自分自身でいじったり話したりするんですよ。いやあれ話しちゃいかんことだったらしいわみたいな感じで、で他の出演者としても、いやダメですよさんまさんあれ言っちゃうみたいな感じで、いやそれがなみたいな感じで、またそこで笑いにするみたいな、結果として笑いにしてはいいんでしてるから、そういう意味合いはね、いいのかもしれませんけどね。で実際ですね、例えば今までバラしてしまったことで言うと、例えば一つ言うと、めちゃイケあるじゃないですか。20年くらいが続いてきた超人気番組、後半はちょっとあれでしたけど、めちゃイケね、ナイナイとか出てたやつですよ。でそれがですね、最終回、もうついに最終回になった時に、その最終回で明石家さんまさんが、要はその急に出てくる、要はサプライズで登場するっていうね、仕組みになってたわけですよ。で実際問題、その収録は終わってて、あとはね、最終回の放送を待つっていう段階だったんですけど、なんとですね、その最終回の放送前にヤングタウンでさんまさんが言っちゃったんですよね、それを。俺ちょっとめちゃイケの最終回呼ばれてなとかって言っちゃったんですよ。でそれで先にネタバレしちゃうってことが起きたんですよ。だってこれだってですよ、これだって別にね、ちなみにこの時はその場で、あれそれ言っていいんですかさんまさんみたいになって、ああいかんかったみたいな流れもちゃんと全部放送されてるんですよ。いやこれに限っては別にカットしたらいいじゃないですか、にもかかわらずカットしなかったんですよ。だから最終的にめちゃイケの最終回っていうのは、さんまが出てくるっていう風に一部の層からするとネタバレした状態だったんですね。
で、こういう風な過去の前例とかも一切が前例から分かるように、こういうことも全然カットせずに放送してきたんですよ。うん、まあ、だから多分ですけど、あのヤングタウンって番組は、まあ、本当に一切編集とか打ち合わせなしに、本当にもうね、この決められた時間をフリートークでバーって喋って、はいおしまいみたいな、カンパケみたいな感じで上げてるね、ラジオ番組なんじゃないかなっていう風に思うんですよね。うん、まあめちゃイケですらそうやってね、発表し、めちゃイケのね最終回なんてものすごい一大イベントじゃないですかね、フジテレビからしたら。そういうものにもかかわらず、こういう風にそのまま放送したっていうことは、まあさっき言ったね、その日向坂46の、まあその NHK の職員がね、今の段階ではちょっと紅白は日向坂だなって言ってることを、まあそのままさんまさんが漏らしたとしてもですよ、特にカットとかせずに放送するっていうのは、まあ言ってみたら自然な流れな感じがしますよね。うん、ね、でですね、まあそういうことからですね、今回の件、まあその詳細プラスですね、なんでこんなことが起きたのかっていう話にこれがなるんですけども、まあ実際問題、あとはあれですよね、日向坂46が紅白に有力視されるっていうのは、まあ当然の流れ、感じな流れだと思いますよね、やっぱり。うん、やっぱり解明した後から明らかに勢いがもうつきましたもんね。まあ僕自身もですね、結構僕漫画好きで、いろんな週刊誌とか読んでるんですけど、よく週刊誌のね表紙に、まあ乃木坂とかね、欅坂46とか、まあいろんなすごいアイドルが表紙になったりするんですけど、あからさまにある時期から日向坂のメンバーが増えましたもん、あからさまに。うん、まあ言ってみたらね、あの解明が一個のきっかけとなって知名度が爆上がりして、さらにファンも増えて、そういうメディア露出も一気に増えてっていう感じで、一気にね勢いガーンって上がったんで、まあそういう流れからするとですね、今年のね2019年にまあ日向坂が出るっていうのは、別に NHK のスタッフがねこういう風に漏らしたことがね、さんまさんの口でねラジオで全国にバーンって広がらなくても、まあ想像できるっちゃ想像できることかもしれませんね。うん、まあそして想像できることだけに、またさんまさんが聞いた話がよりリアリティがあるって感じがするというお話です。はい、まあそんなわけでですね、この話にちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。どうもありがとうございました。